はい、やっていきましょう。ポケットモンスターブラック企業、パート5かな。ちょっと今僕は声が枯れていますが、ブラック企業にはそんなこと関係ありません。風邪でもやっていきましょう。よし、で行きます。疾風ジムに入りビタリ、星の虫と、星じゃねえ、本の虫と呼ばれた僕、言っておきますが強いですよ。僕の一日って本を読むかポケモンを育てるかですから。暗い生活を送ってるんだな。さあ、ミネズミか。17レベルって結構高くない？あ、そっか、進化してたの忘れてた。一瞬なんかとんでもない化け物出てきたのかと思ったら、あれか、スタージャーが進化して、え、なんだっけこれ、ジャノビーか、ジャノビーになったんだもんね。強っ、ジャノビー強っ。よし、オッケー、素晴らしい。本の虫といっても虫タイプのポケモンではないです。分かってるわ、そんなミネズミが虫なわけないだろ。さて、これなんだ、本棚があるけどどうすんだっけこれ、登ってなんかやるのか。児童書の本棚、はじめましてポケモンちゃん、この本を読みますか。いや、ちょっと俺はそれ向いてないな、大人だからな、もうアラサーだし。児童書の本棚、ポケモンのお菓子、この本、じゃあ読むか。お菓子は好きだし。木の実にお鍋を入れ温めて作る、美味しいお菓子が載っている。遠い新王地方には木の実から作るポフィンというお菓子があり、ポケモンたちの大好物です。探している本と違うみたい。なんか探してたの俺、なんかあるけど、紙が脱出ゲーム的な感じ。みんななんか本棚見てるわ、怖い。これほんとジムなのか。ポケモン本棚、ミネズミの生態、あ、読んでみようか。尻尾の動きで連絡し合う、探している本と違う。じゃあこれか。お、茶色の小さなポケモン、メモが挟んである。ポケモントレーナーの諸君、ジムリーダーのアロエだよ。この図書館に問題を書いたメモを4つ隠しました。その問題を解いて私のところまで来れるかな。あー、ほんと脱出ゲームみたいな感じだね。面白いな。このジムで初めて出会ったポケモンは何だったでしょうか。え、ミネズミじゃん。ミネズミの生態、これじゃない、これだ。さすがに問題が簡単だったね。2つ目の問題、体内で炎が燃え上がり頭から煙を出して走る、この本は何でしょう。え、怖すぎるんだけど、ゴジラ、シンゴジラじゃないそれ。でももうトレーナーと戦うしかないんだろうな。いや、戦うわ。2つ目のメモを見つけて本を探しているのね。メモには何て書いてあるの。体内で炎が燃え上がり頭から煙を出して走る。私が読んでいるのはポカブについての本。あー、ポカブじゃない。私の見てるポカブの本には鼻の穴から炎を吐き出す元気がないと。いいじゃん、そんぐらい。かすってるじゃん。炎が燃え上がるっていうのでは、このメモの答えはもしかしたら生き物ではないかもしれない。しかもバトルになんないんだ。じゃあもう上しかないじゃん。ふむふむ、なるほど。おっと、メモを見つけてこの本を探しに来たの。メモには、私が読んでるのは機関車か。それだ、機関車だわ。じゃあこの本を読ませてあげるわ。ただしその前に、だろうね、ポケモンバトルになるんだと思ったよ。よーし、倒してやるわ。マコモじゃないんだこれ、サトミさんか。ハーデリア、もう全然炎関係ないんだね。これあれか、ヨーテリーの進化系か。ヨーテリーもいつかこうなるのか。グラスミキサーの技ポイントすぐなくなりそうだな。10しかないんだもんね。いいね、レベルがぐんぐん上がってく。ギガドレインとか覚えてくんないかな。その強さ、私の知識を上回る。そうだね、知識なんかじゃね、強さは測れないからね。読んだ本は本棚に戻す、本を読むときのルールよね。これね、苦手なんですよ。結構漫画とかもさ、関数とかバラバラになっちゃうんだよね、本棚。社会の本棚、オッケー。で、メモが挟まってると、よくここが分かったね。さすが私に挑むだけのことはある。3問目、お鍋でグツグツ温めて食べると、あ、ポフィンじゃん、ポフィン。これはもう読んだよ、ここだ、お菓子だ。問題に引っかからないでここまで来れたかい。さあ最後の問題、この本棚から奥に2つ、左に1つ、手前に2つ、右に1つ、奥に1つ。え、奥に2つ、左に1つ、奥に2つ、左に1つ、手前に2つ、右に1つ。お、いや、じゃあここじゃんか。もしかして最後のメモを見て私のところにやってきたのね。なんで知ってんだよ。
私と戦って勝てたらジムリーダーのところへ行けるでしょうか。はい、まあね、全部倒せばそりゃいけるでしょう。さあ、ささっと倒しやぞ。俺今日この後出かけるからさ、もう今日はジムリーダーだけ倒してね、ささっと終わらせよう。いいぞいいぞ。居合斬りもまあそこそこ強いからな。来たな、ワンワン。まずグラスミキサー。あっ、やられた。大丈夫か。敵はね、ケンザキが取ってやるよ。12レベル？ケンザキは。まあ楽勝でしょ、この状況ならね。オッケー。ちょっとこれあれだな、ポケモンセンター戻んないといけないな。まだいんのかよ、テリー。やばい、勝ったつもりでいた。大丈夫か、レベル差あるけど。上に立てるよ、最初にやっとけば平気か。剣崎の方が早いんだね、すごいぞ。ひるまないか。あー、やられた、まずい。一体しかいないぞ、あと犬山しかいない。どう倒そうかな。まあ噛みつく連打でいっか。倒せるかもしんないし。ひるめ、ひるまないな。やったれ。よし、いいぞ、素晴らしい。これさ、ジムリーダーどこにいんだろうね。もうすぐジムリーダーに会えるわ。ここが最後の本なの。さあ最後の本を読んでみて。じゃあ読むか。読むだけならね。ポカブの生態。ポカブ出してくるわけじゃないよな。また炎。よくここまでこれだね。強さだけでなく知恵も持ってるんだね。もちろん知恵の木の実を食べたからね。アロエ勝ち。おお、立体本棚ってやつだな。あ、地下に繋がってんだ。これさ、アロエさん、俺がずっと来なかったら窒息してたんじゃないか。大丈夫か。オッケー、じゃあちょっと今回復させてくるわ。よし、行くぞ。まあそんなに苦労なく倒せるんじゃないでしょうか。ノーマルタイプだよね、確か。いた、あ、やばい、出ちゃった。ジムリーダーとしてもさ、は、今のあいつなんだみたいに思ったんだろうね。一瞬現れて速攻で登ってったけど。さあバトルだ、いらっしゃい。疾風博物館の館長にして疾風ジムのジムリーダー、ダブルワークってやつだな。それがこの私、アロエだよ。さあ挑戦者さん、愛情を込めて育てたポケモンでどんな戦い方をするのか研究させてもらうよ。なるほどね、これも研究の一過程なわけね。まあ初めての研究対象になるでしょう。こんな今まで挑んできたトレーナーの中でブラック企業縛りみたいのをやってる人はいなかったでしょうからね。ハーデリア、レベルどんぐらいだろうな。18か、そんな高くもないな。威嚇、あーちょっと威嚇は嫌だね。今のであんたがどんなトレーナーなのか見えてきて。本当に突進されただけなんだけど大丈夫かな。誤解されてる気がする。じゃグラスミキサー行こうか。このままだとやられそうだからな。命中率下がれ。オッケー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 。おっしゃ、外した。行くぞ、倒せるだろうこれで。はい、オッケー。さあ、あと1体だね。19レベル、いいよ。やっぱ社長だけどんどんね、頭一つ抜け出ていくね。ミルホッグ、ミルホッグってなんだっけ。ミネズミの進化系だっけ。あ、もういかにもって感じだな。目が怖いわ。こんな状況でも勝つ手段を備えているのさ、備えているのさっつってね。今あんま見れなかった。敵討ち、待って待って、うわ強っ。あれか、1体目あのポケモンがやられた後にやるとダメージ上がるやつか。20レベルはまず普通に強いぞ。勝てるかなこの犬2体で。ワンワンズで勝てるかな。うわー、待て待て待て、耐えろ、1回は耐えろ。うわー強っ。犬山、お前しかいない、お前なら勝てるよ、俺は信じてる。ごめん、うわーこれ無理だ、耐えろ。今回はちょっと考えました、作戦を。先にワンワンズでハーデリアを倒す。突進どんぐらい入るんだろう。うわマジで、え、急所でもないじゃん、もう普通にやられた。うわうわマジ強すぎない。ちょっと
チョロミーごめん、温存しておこうと思ったけど無理だった、無理次郎だったわ。成長しとく一応。突進外れないかな。 100% だっけ命中。 95% とかじゃなかった突進。うわ強い、強いわ。これさ回復しとくか。初めての回復道具使おうか。美味しい水、せっかくあの未来のチャンピオンのやつが。いやでも今使っちゃダメだな、結局突進くるもんな。いやグラスミキサーだここは。よーし、やっとミルホッグと対等なレベルになったぞ。宿り木の種めっちゃいいね。宿り木の種覚えさせよう。もう自動回復とか大好き、最高すぎるわ。覚えるんだね、さすが草タイプ。よしで敵討ちが来るだろうから、これちょっと回復させよう。いえ美味しい水を飲ませよう。水だよ。一回耐えればさ、敵討ちってその前のターンにポケモンがやられたら、え、うそ、え、敵討てよ。え、なんで急に、怖いなこいつ。よく見るとなんか目もやばい、やばい目をしてるし、殺人者の目だよ。敵討ちでももう威力2倍じゃないもんね。オッケーオッケーオッケー、これぐらい許容範囲で。起きろ起きろ、起きたら宿り木の種をまくよ。起きろって、やばいやばいやばい、今更になってめっちゃ、うわあ急所かよ。え、やばいなこれ。薬使うか、もったいないけど使おうか。いいや、じゃあここはいい傷薬でいいか。回復いいよ。急所やめろよ、急所やめろ。オッケー、じゃあもう目覚ませ、目覚ませよ、頼む頼む。おお、お前どんだけ寝てるんだよ。まあ、俺も朝の寝起き悪いから人のこと言えないけどさ、いたの飼い主に、もしかして。ちょっと美味しい水使おう。やばい、回復道具をここに来てめっちゃ使ってる。でもここで倒した方がいいよな。大丈夫大丈夫で、宿り木もう起きるだろう。やばい、殺しに来てる。起きろよ起きろよ、マジでオッケー。さあここからはジャノビーのターンだぜ。防御が下がっちゃったのあれだな。マジか。さて、ガチャガチャ。反撃だ。命中下げろ。オッケー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 。完全に傾きはこっちだ。倒せ。うわ、やべ、マジ。ここで。また寝るのか。起きろ起きろ起きろ。すぐ起きろ。うわー、まあ、傷薬いいよ、使っても。その間ね、その回復させた、その HP も宿り木によく吸い取るんだからね。いや、もう完全にね、ジャノビーの風向きだよ、これは。勝利の女神が微笑んでるわ。倒せ、いけるか。おし、素晴らしい、やったー、強かったミルホッグ。大したもんだよあんた、惚れちゃうじゃないか。いやちょっと僕あのあんまりそのね、うん、ちょっとあれなんで、守備範囲ではないので。うっとりするほどの絵も入れぬ、絵も言われぬ戦いっぷり。このベーシックバッジを、あ、ベーシックバッジって言うんだ。なんかあれだね、小枝みたい、小枝っぽい。なんかあれだな、もっと丸っこいものかと思ったら基本細長いんだね。バッジを2つ持ってればどんなポケモンでもレベル30までならあんたの言うことを聞いてくれるよ。 OK、 じゃあ余裕だね。敵討ちか、結構強いんだよねこの技。覚えさせるか、犬山とかに。使いどころを極めればどんな強敵も倒せるんだよ。そうだね、ママ？あ、木立か。プラズマ団という連中が骨をいただくってなんだって、どういうことだい。あんたもおいで。マジ戦い終わったばっかだし、もう病み上がりなんだけど。てかこの奥何があるかめっちゃ気になる。本か、全部これ本棚とかさ、今のうちにぐちゃぐちゃにしといたらブチ切れんだろうな。規則正しく詰め込まれてる。行こうか。このトレーナーたちもついてきてあげればいいのにね。部下でしょ、だって。ちょっとあんたたち、おふざけはよしとくれ。またか、来たか、ジムリーダー。我々プラズマ団、ポケモンを自由にするため、博物館にあるドラゴンの骨をいただく。関係ねえよな、もう。
我々が本気であることを教えるため、あえてお前の前で奪おう。どうやって？では円幕、頭だけ持ってったの？なんで？体いるでしょ。なんてこったい。あ、追いかけないといけないですね。え、どこ行ったかわかんの？なんか外にいるのかもしれないね、普通に。さて、わかんないんかい。変だね。あ、ベル、ベルいいとこ行くんね。あ、チェレ、チェレもいいとこ行くんね。まっすぐ行く。俺が持ってどうするの？俺も泥棒になっちゃうじゃん。